オタファの秘密基地。どうかご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃは、これだ！ゾイドワイルド、ギルラプターだ！これは敵側に当たるキャラクターだね。ギルラプター。この動画を見てる君は、本編見た？第1話がね、ついに放映開始。見逃した人は、YouTube のタカラトミーの公式サイトで見ることができます。まだ第1話には登場してなかったね。今度登場するのかな？パッケージの背面。今回でレビュー第3回ということでね。だいたいゾイドワイルドってどういう感じか分かってもらえたと思うんだけど、もう今日はね、どんどん組んでいきます。さあ、パッケージの中を開けるぞ。あっけーろ！あっけーろ！カッターナイフを使うときは気をつけてね。中を開けると、こういう風になってるんでね、面白いよね。土のような感じになってて、ここを開けるとアーマーとかいろんなものが出てきます。ボーン、骨のパーツ、おー、このようになっています。中を取り出すとこんな感じ。動力ユニット、これが心臓だね。これは今までの2つ作ったやつと形は同じだね。電源をオン、ここが回ります。音は静か。復元の書、まあ、これが説明書なんだけど、これを見ながらパーツを探していき、復元スタート、組み立てていきます。骨格形態の復元、ここまでを組んだ後、アーマーパーツを取り付けていくんだよね。そうすると完全形態の復元完了。おー、早く組みたいというわけでね、早速復元開始。これがここか。ほう、ギルラプター結構サクサクと組めるな。そしたらこれがワイルドブラスターのパーツ。尻尾を持ち上げてから後ろ足を取り付け、そして最後に前足、ここに取り付ければ骨格形態復元完了。おー、このようになりました。これ面白い造形だね。早速動かしてみよう。奥まった場所に電源のオンオフがあります。これ。せーの。おー、すげー、尻尾が動いています。で、前足、後ろ足。あと頭部？これすげー、口が大きく開いています。あー、この辺が昔懐かしい。こういうやつね。あー、この動きいいね。この状態で目のパーツを取り付けよう。メタリックレッドの塗装。左右で造形が異なっているので注意してね。おー、取り付けるとこのようになります。あー、やべえ、これ、やっぱ、骨格の状態で目を取り付けた方が。すげえいい。あ、これ目玉がぐりぐり動くんだね。ちょっと近くで見てみよう。あー、これはいい。さあ、そして最後はアーマーパーツの取り付け。前腕、後ろ足、そしてこれが頭部。おー、めっちゃかっこいい。このパーツがここに来て、これをここに取り付ければ完成！ギルラプターだ！おー、できたー。早速手に取ってみよう。とってもかっこいいですね。
このアーマーのパーツの成型色はレッド。これは光沢感があってとっても綺麗です。あとはね、ゴムキャップ。これがスカイブルー。色味がとっても綺麗です。おー、後ろ。ワイルドブラストでここを展開します。よし。それでは電源をオン。おー、歩いた。骨格形態の時と同じような感じで動くんだけど、やっぱアーマーパーツがついてるといいね。これ見えるかな？アーマー越しに目が動いています。そしたらウィングショーテル、これを展開すればワイルドブラスト、ここが動きます。あー、あとよく見るとジェットブースター、このパーツも上下に動いてますね。僕はワイルドブラストの展開方法こっちの方が好きかな。あの自動で、あのワイルドライガーはこう歩いてるうちにピャコーンってこう出たんだけど、ワイルドブラストと普通の時こう手動でね動かせるのがいい。で、元に戻す時はこれを手動でこっちまで持ってくると。それからフィギュアを乗せる場所はここ、ライダーフィギュアを乗せるとこのようになります。さあ次は大きさ比較いこう。じゃん、ワイルドライガー、これと一緒に比較するとこんな感じ。そうだな、ワイルドライガーの方がちょっとだけ大きい。まあなんだけどボリューム的にはだいたい同じなんじゃないかな。それからガノンタス、三つを一気に置くとこんな感じ。おー、僕個人的にはこのガノンタスすごい好きなんだよね。劇中ではこういう風になるかな。この三つで電源をオンにしてみよう。せーの、頑張れ。お、ワイルドブラスト、こんな感じで戦います。これちょっとガノンタスと対決させるとどういう風になるかな。頑張れガノンタス。お、お、お、ちょっとガノンタスが押し出してるけど、まあ、まあこういう感じだね。この風にね対決させて遊ぶことができます。そしたらこっちもワイルドブラストを展開してワイルドライガーと対決。さあどうなる。お、お、あ、いいね。なんか小さい頃こうやって対決させたのを思い出す。お、ギルラプターちょっと押されてるか。押されて、押されて、同じ方向を歩き始めた。この勝負ドローだね、ドロー。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のゾイドワイルドギルラプターのレビューいかがだったでしょうか。やっぱね、まず組みやすいっていうところかな。だいたい全部で完成まで20分ぐらいでできました。まあ、これはいわゆる劇中では敵のゾイドなんだけども、ワイルドライガーと一緒に対決したいとかね、敵側を集めたいっていう人には強くおすすめできます。あとは僕個人的に気に入ったのはワイルドブラスト。それを行うときがこう手動でこうやって選べるのがいいなと思いました。まあもちろんね、こうワイルドライガーみたいにこう自動でこう歩きながら展開していくっていうのもいいんだけど、僕はこうどっちかを選べる方がこう好みですね。あとは劇中での活躍も楽しみだね。気になった方ぜひゲットしてみてください。今回の動画面白かったな、楽しかった。オタホのゾイドワイルドのレビューもっと見たいという方、チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなことでも結構です。オータファー、俺1話本編見たよとか、あ、このギルラプターかっこいいねとか、他にも今回のゾイドワイルドのこと、他のおもちゃのことなどどんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。オタホでした。またねー。描いていく未来のストーリー、キャンバスの上筆を走らせ Make a look 君がいる
戦争を熱気